はいどうも雑です。今日はですねこちらの商品レビューをしたいと思います。なんとですねスターリンク企業案件ではございません。自分で買いました。こちらですね今住んでるとこが光回線がつながらないど田舎になります。ということでこちらの衛星回線通信でインターネットしようということで考えてます。こちらのスターリンクですね今だいぶお安くなってですね4万円以内で販売という形になってまして、大変ですねお安くなったところで1ヶ月ぐらい経ってですかねいろいろ考えた結果頼むことにしました。商品レビュー初めてなんですけどうまくいくかどうかちょっと試しにやってみようと思います。それでは行きましょう。ジャッツ行きます。 We have limited places on this planetWhere the network is not connected. Yes, its name is Starlink, a dream-like service that can connect to the internet anywhere as long as there is electricity. Starlink のサービスはこのように全世界に広がっていってます。アンテナは3種類用意してあり、今回私は標準タイプを利用します。こちらは高性能タイプ。若干アンテナが大きくビジネスユースを目的としているみたいです。もう一つはフラット高性能タイプ、持ち運びが便利でアウトドアなんかに利用できそうです。こちらは標準タイプの使用書。アンテナはフェイズドアレイアンテナ、耐熱温度もかなり幅広く設定されています。こちらはルーターの使用書。 Wi-Fi 6 ではないんですけども、そもそもスターリンクのスピードが 200Mbps なので問題ないように感じます。コースは今のところ4つありまして、表示されているのがレジデンシャル。こちらが月額6600円です。こちらがビジネスプラン。ハードウェアが36万5千円。月額2万8千円だそうです。こちらがロームプラン。RV というサービスを提供してまして、月額9900円なんですけども、使った月だけ支払うサービスだそうです。アウトドアの利用を推奨しているみたいですね。まあガジェットが好きなんですけど、私開封動画っていうのは初めてですね。ちょっと開封していきますね手際が悪かったらごめんなさい。まあカットカットでいくんで問題ないと思いますけど、よいしょ、まず開けます。なんとですねアメリカから来ました、こちらスターリンクさん。よいしょ、中入ってるものを見ていきましょう。こちら箱になってんな、何か入ってんのかな。こちらはですね何も入ってません。はい、こちらは足ですね。足が1台。こちらがアンテナ、フェイズドアレイアンテナということで書いてありましたね。冊子があります。分かりやすく絵で書いてありますね。こちら線が1本しかないんで楽ですね、配線が。で携帯で設定して終わりという感じですね。プラグインで電源セットしたら終わりみたいです。簡単ですね。試していきます。こちらが Wi-Fi ユニット、中に入ってるのはこれだけです。分かりやすい。これが電源かな。こちらが電源ですね。こちら防水処理してあって、まあ水が入んないようになってますね。説明書、何カ国語あるんだろうという説明書が入ってます。こちらの足にですねフェーズドアレイアンテナをセットします。こちらの溝とですねこちらのアンテナの溝を合わせないとダメなので、こういう形ですね。方向は北向きにセットするということです。これで終わり。早っ。でこちらが 20m の線ですね、配線。こちらはですね別注で買うことができるんで、ちょっと高かったんかな。基本的屋外で使うんでですね、屋外仕様ということになってます。いやー楽しみですね。今までですねドコモの Wi-Fi でやってたんですけど全く遅くて、何メガぐらい出てます。昔の ISDN ADSL の初期版みたいな感じでやってましたね。こちらのアンテナは電源ユニット、 20m の線とフェーズドアレイアンテナ、モバイルユニット、 Wi-Fi ユニットのこちらの4つだけです。簡単です。それでは設置していきます。電源を通したらですね、スターリンクという Wi-Fi が出てきます。こちらに接続をしたら、表示されている画面が出てくるので、好きなアドレスとパスワードを設定していきます。アプリへ戻って、セットアップを開始するをクリックします。
そうすると4つのアンテナが出てきて、今回は標準タイプなのでこれ。押すとこんな感じになります。そのまま進むと勝手にセットアップしていきます。やっていったらですね、ほんの 2,3 分でできましたよ。はい、それでは今スピードテストしてみようと思います。今ちょっと遅いですかね。50Mbps、60Mbps 出るわ。そして上りはちょっと遅いんですよね。13点ちょっと。頑張れ。こんな感じです。ダウンロードが 63.2、 アップロードが 13.2 です。なかなかいいですよね。ダウン200って書いてあったんですけど、やっぱ九州の南の方はなかなかスピード出にくいですよね。それではこれ楽しんで使っていこうと思います。こちらスターリンクのサービスの分もあるんです。スターリンクの方じゃめちゃくちゃスピード出てんな。 149Mbps ですって。こんな感じです。いや楽しみですね。これから助かります。はい、今テスト中です。なかなか速そうですね。お、146.55Mbps 出てます。アップロードも 29.13bps ですね。すげえ。日本にもですね、まだまだネットワークのない離島、そして山間部にお住まいの方、私のようなど田舎に住んでいる方、スターリンクの利用を検討してみてはいかがでしょうか。非常に役に立つサービスだと思います。それではですね、 YouTube での使用感ちょっと見ていってもらいましょう。こちら HD 画質の動画になります。特段ですね問題なく動いてるんですよね。このようにクリックした瞬間にポンポン映像が変わると、なかなか反応が良くないですか。どんどんと切り替えることも可能です。 HD 画質なんでまあこんなもんかなと思ってですね、後ほど 4K に変えるんですけども、4K に変えても特段問題なく動きました。ラグがですね、ほとんどないんですよ。これにはちょっと驚かされましたね。そして 4K 画質に変えてみます。4K に変えてもですね、このようにすぐに再生されて、バッファもどんどん溜まっていく感じでした。ほとんど使用感、光とあんま変わんない感じですよね。今日の動画もしですねちょっとでも面白いと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。